はい、今回マツダの新型 CX-80 に関する追加情報がまた何点か入ってきて、長さのデザインとスペックで装備関連と価格と発車時期について紹介していきます。マツダは今年ですね、2024年に 2SC との新型 CX-70 で 3DC との CX-80 をですね発売することを発表していて、CX-70 に関してはですね、去年の秋に発売予定だったのが、今年に入って1月末にですね、スカーツ公開して、3月ぐらいにですね、発売することが判明していて、CX-70 に関してはですね、国内での発売はなくて、北米の方で発売して、3レシートではなくて2レシートなんですよね。直6 3.3 リッターのガソリン車と、あとは 2.5 リッターの PHEV ですね、パワーユニットを積んで、で CX-8 に関しては去年の末で生産終了して、その CX-8 の後継車として CX-80 がですね今年発売、まあボディサイズがですね CX-8 より大きくなる予定で、で CX-80 に関するデザインと装備類としてエクステリアが鼓動デザインの流れを組みながら、兄貴分の CX-90、 弟分の CX-60 のフロントデザインが共通、 CX-70 もですね、まあ、これらの車種と似たようなデザインとなって、薄型のヘッドライトはビッグマイナーチェンジ版の CX-5 と同じく2電式 LED ヘッドランプを採用、サイドラインも新設計、シンプルながら上質な立体的な雰囲気、ロングホイールベースの伸びやかかつスタイリッシュで風格あるデザインになって、でインテリアの方は CX60 と同等以上のメープルウッド、ナッパレザー、クロームディテールなど、マツダのフラッグシップ SUV にふさわしいライバル車と差別化を図った上質な素材を使用して、ライバル車で言えば、まあ、ラージ SUV なんでランクル300系とかLX あたりですよね、600あたりがライバル車で、まあ、マツダの SUV はライバル車と比較してもですね上質感があって、でメーターには7インチ TFT 液晶付きアナログメーター 12.3 インチフル液晶メーターを設定して、でセンターディスプレイもですね 10.25 と 12.3 インチの2種類のサイズをラインナップ、Apple CarPlay、Android Auto に対応して、車載通信機を標準設定し、コネクティッドサービス、スマホアプリ、マイマツダの連動が可能で、マツダコネクトは最新のニューマツダコネクトを搭載。まあ、最近のマツダ、特に SUV 車ですね、力を入れていて、マツダ6、フルモデチェンジするかと思いきや、4月中旬でですね、もう生産終了して、アテンザですね。だからかなり普通車に関しては SUV の比率が高くなって、軽量車に関してはマツダ系の OEM 車ですね。でスペック上が新型 CX-80 で、下が比較のためですね、去年末で生産終了した CX-8 で、 CX-80 の全長 5m10cm、 シャーバ 1m89 の全高 1m73.5 で、 CX-90 ですね近い車体サイズになって、一部情報だと欧州で全長 4m90 という情報もあったんですけどね、まあ最近になってやっぱり 5m ですね、若干超えてくるんじゃないかという情報で、 CX-8 と比較した場合全長 4m90 なんで 20cm 延長して、シャワー 1m14 なんで 5cm 広くなって、 CX-8 全高 1m73 だったんで 5mm ですね高くなって、まあ CX-8 全長のこと考えたらシャワーが狭めですね、そこまで取り回しにくいって印象はなかったのが、まあ一回りボディサイズがアップすることによってですね、取り回しがですねしにくくなって、ホイールベース 2m96cm、 最低地上高が 20cm、 最小回転半径 CX-8 は 5.8m だったのが CX-80 に関しては 5.9m で、でパワートレイン1つ目、直用 2.5 リッターのガソリン車スカイアクティブ G で、エンジン188馬力 25.5kg、
直四 2.5 リッターガソリン車か、まあ、セブンティーンみたいですね。直六 3.3 リッターの噂もあって。で、二つ目、直六 3.3 リッターディーゼルターボプラス48ボルトで、E スカイアクティブ D。エンジン254馬力、552ニュートンメートル、56.1kg。モーター17馬力、15.6kg。で、三つ目、直四 2.5 リッタープラスモーターの PHEV で、E スカイアクティブ PHEV。エンジン191馬力、261ニュートンメートル、26.6kg。モーター175馬力、27.5kg。で、システム最大で327馬力、500ニュートンメートル、51kg で、CX60 でもですね、燃費は14ぐらいだったと思うんで、まあ、車重とか考えたら11か12ぐらいになってきそうですよね。で、あとは直六 3.3 リッターですね、ガソリンターボのラインナップの噂があって、マツダは2030年までに 100% のですね、電動化を計画していて、で、駆動方式は FR、FR ベースの4駆ですね、もう基本的には4駆で、CX8 は横置きの前輪駆動ベースだったのに対して、CX18 に関しては縦置きの後輪駆動がベース。で、トランスミッションが8速オートマスね。乗車定員は3列シート6名乗車か7名乗車。まあ2列シート4名乗車の噂もありますけどね。VIP 使用者としてですね。で、予防安全装備。最新型 i アクティブセンスを全グレードの標準搭載。機能類がマツダコーパイロット 1.0 を採用して、クルージングトラフィックサポート。アドバンスト FCBS に夜間行車探知機能追加 TGA 交通渋滞アシスト FCTA フロントクロストラフィックアラート DM ドライバーモニタリング DEA ドライバー従事対応システム TSR 交通標識認識機能ですね。従来の機能もラインナップして、で、車両価格としてまず参考までに仙台 CX8 が299万4200円から489万3900円という価格帯で、まあ、CX8 はパワーユニットとかも違ってくる可能性が高くてですね、まあ、参考にはあまりならないですけどね。 CX60 と、まあ、パワーユニットはですね、似てるというか、まあ、同じエンジンを積む可能性があって参考になってですね、322万3000円から646万2500円という価格帯で、まあ、さすがに CX60 はですね、車格が上な分車両価格は高めで、 CX-AT の車両価格として375万から最上級で800万はしないっていう予想ですね。まあ700万、高くても700万後半ぐらいに収まるんじゃないかという情報で、まあ750万ですねと表記して、で、発売時期に関しては、の従来はもう2024年2月に発売という情報あったんですけどね。まあ、それが夏になって、生産スケジュールの遅延かですね。最近の情報だと、もしかしたら秋に発売するんじゃないかという情報もあって、まあ、夏か秋ですね。早かった夏に発売して、まあ、秋、遅かった冬になる可能性もあってですね。現時点でもまだ先行情報とは公開しないですからね。まあ、春に発売する可能性はほとんど低くてですね。はい、今回マツダのフラッグシップ SUV 新型 CX-AT に関する最新情報、追加情報として7つのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介しました。